さあどうも、綿貫です。現在ね、北海道の北見駅に来てます。こっから何をするかっていうと、こっからもね、2駅で終点の列車があるんですよね。で、その名も石北本線の北見始発東相の内行きってことで、まあそう、この1駅とか2駅ってね、乗りづらい深夜早朝にあるのがね、結構多いんですけど、これはね、15時22分発ってことで、乗りやすい時間帯なんですけど、ただここまで来るのが大変ってことで、なかなか乗れてなかったんですけど、これはどういったね、意味で設定されてるんだろうな、気になりますね。まだ学校が終わる時間にしてもちょっと早いような気がしますけど、とりあえずね、駅の中行ってみましょう。こんな感じ、広いですね。時刻表を見てみると、本数はやっぱり北見大都市ですけど、少ないですね。で、この15時22分ですね。当駅始発とか書いてないですけど、当駅始発です。運賃表にもちゃんと載ってますね。300円で特急停車駅が基本ですけど、小さい駅も載ってます。まあ、北見駅ですね。で、止まってますね。2両編成ですね。この砂防が網走東相の内になってますもんね。まあ、よく盗まれるから本来のがなくなったのか、まあ、東相の内行きだっていうことは分かりますね。よく見たらなんか激レアな試運転が発車してきますね。だってここ特急オホーツクしかまだ来ないですよね。この車両なんだろう。おお、珍しいものがね、見れましたね。まあではね、早速乗っていきましょう。乗ってる人はいないですよね。まあやっぱり東相の内まで行って、その折り返しでね、利用者がいる設定なんですかね。北見でも乗り降りがなかったので、まあ、全区間乗客ゼロですよね。これは到着ですね。やはりこの列車は全区間乗客ゼロでしたけど、東相の内からね、学生さんが、もう集まってきてますので、やはりね、こっちから北見方面にね、学生さんが帰るような列車でしょうか。にしてもこの東相の内、結構変わった構造をしてますね。線路はこう2本なんですけど、ホームがね、何番線とかないですけど、まあ言うとしたら、そこの駅舎の方から1番線、2番線、3番線みたいな感じでね、ありますよね。あとね、駅の中もどんな感じか見ていきますか。まあ、こんな感じで立派な駅舎がありますけど、駅の中はね、結構ガランとした感じでしたね。駅の周りはこんな感じで、家はそこそこありますけど、近くに小学校と工業高校があるので、工業高校のね、生徒さんが使ってるんでしょうね。やっぱりね、列車の発車の時間に合わせて、まだね、ゾロゾロと学生さんがやってきます。じゃあね、引き続き同じ列車の折り返しですけど、網走行きで隣の西北見駅降りてみましょう。さあ、では西北見で下車してみました。この列車はね、この東相の内から10名ほど高校生が乗って、なので2両だったら、ね、全然余裕で座れる状況ですね。で、この西北見の駅は、このね、前1両はコンクリートですけど、後ろの方は板張りのホームですね。で、駅の裏側にね、同じ形をしたカラフルな家が並んでますんで、まあ新しく建った家ですかね。
やでも北見駅はねこんだけ近くですからね、まあここに住んでれば便利ですよね。じゃあ駅見ていきましょう。で待合室はこんな感じで、中でね高校生が一人待ってるので、動画を撮るのはやめときますけど、結構ねこじんまりとした作りで中に時刻表など貼ってありましたね。で駅の出口はこっちか。あ、こんな感じで階段とスロープとねありますね。で駅前に駐輪場があって、そこそこの台数で止まってるんでね、今ね見たのはねここの駅から家に帰るみたいな利用者ですけど、まあ、どっかね他の駅からここに帰ってくるって人もねそれなりにいるんでしょうね。さあでこのね駅の出入り口側の方も新しい家が結構建ってるんで、この辺はねやっぱり人口が増えてるエリアなのかもしれないですね。いやーでも今回は2駅で終点列車乗ってきましたけど、ね、2両編成の割にはね寂しい乗客の数でしたけど、まあ、おそらくねこの先網走行きになってるので、まあ、この先北見から網走の区間で2両がね埋まるくらいの乗客になるんじゃないかなと思いますね。少しでもね乗客で賑わってる姿がねこの先の区間にあることをね祈りますね。じゃあこんな感じでこの動画は以上になりますんで、次の動画もよろしくお願いします。ではどうもありがとうございました。